はい、皆さん、文字を、回りましたので、こちらで始めさせていただきます。はい、改めまして皆さんこんばんは。すごいなんか普通の、ね、集会みたいな感じで、ね、始まりましたけどね。この度、にきみちワンコインフェスティバルに、ご来場ご参加いただきまして誠にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ですね、本日、こちらですね、2人で、企画と運営させていただきます、みきみちの、ピアノ、ピアニカ、あと歌の担当の元岡美希とゼロとたまに伴奏ピアノ、たまに歌、たまに歌もうやんないけど、ね、担当してます、二宮と申します。はい、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。そうしましたらもう早速もう10分ずつっていう風になってますからね、早速始めていきたいと思います。トップバッターはあゆみさんでございます。ね、曲がねちょっとね英語だからね、ちょっと後で、ね、説明できないからマイクの方をお渡ししますので、こちら来て準備が整いましたら演奏の方よろしくお願いいたします。あゆみさんは先日ね、羽村市の、水車小屋を改造したカフェがあるんですけど、その水車小屋オープンマイクというイベントに私参加したんですけど、その時に、ね、初めて会いまして、でその時にこのみきみちのイベントをあちこちや打ち出し巻いて宣伝したら出たいっていうもう一人だけいたとぜひということでお願いしました。よろしくお願いします。東京都の羽村市っていうここから山越えたところにあるところに住んでるんですけれども、今日は準備いただきありがとうございました。IUME IUME っていうことで歩みを IUME って言って、それでちょっと自分の名前にしてるんですけど、今日は3曲自分で作った曲なんですけど、っていう曲とちょっと簡単な歌なんで、もしよかったら一緒に歌ってください。あと Too Sudden ってこれはちょっと英語の歌になっちゃうんですけど、ちょっと失恋の歌で、で、素直になれたらっていうのもこれもちょっと恋愛系で、自分が素直になれなかった時のその素直になれたらっていう気持ちを歌にしたものです。じゃあお願いします。Thank you.
すごい楽しんでたので、あ、そうだな、これ面白いなって言ってあの入れました。次は To Sudden っていう曲で、これは英語の歌で、あのちょっとそうですね、英語の歌。Thank you.
転車でね今日いらっしゃったという話でしたので、いや本当に素晴らしいなと思って、ですね、楽曲スポティファイで売ってるということですので、ぜひよろしくお願いいたしますということでございます。本当素晴らしい、ブラハマーですね。あとこれですね、ちょっと一口メモなんですけれども、みんなオペラとか素晴らしい演奏の時にブラーボーって言うでしょ。あれ実はブラーボーっていうのは男の人に対しての素晴らしいっていう挨拶でございます。実はまあそれって言ってもいいんですけど、ここ日本ですからね。本場イタリアだと女性のプリマドンナ、プリマに対しては、女性の歌い手に対してはブラーバーです。ブラーバーで、女性に対する言葉がけはブラーバーで、全員に対して素晴らしいっていう場合にはブラービーになります。そんなに実はイタリア語を学んだ時にこんなに種類があるっていうことを知って、私すごいいつもブラーボブラーボってね言ってたんですけど、本当に恥ずかしくて、君は何も知らなかったんだねっていうふうに、それを、研究生をやった時、37歳ぐらいかなの時に知りました。だから皆さん、まあこれ知らなくてもいいんですけど、そういう一口メモ的な感じでもし知っていただければと思います。ありがとうございます。続きまして3番手に行きましょう。アッキーさん、アッキーの登場でございます。そんな登場なんて。お邪魔します。お邪魔します。ですね、アッキーは私がちょっとボランティアで最近ちょっと行けてないんですけれども、昨年かな、ちょっと学び種さんの方でですね、ボランティアの方させていただく機会がございまして。はい、その時にアッキーがピアノを弾けるということをこう耳にしました。おこれは何かついいことがあるかもしれないと思って、で、今回っていうかその前から、連弾ちょっとやってみたりとか、この伴奏だったら一緒にできるねとかっていうお話をしてて、一緒にやることになりました。じゃあちょっとアッキーにインタビューしてみましょう。聞いてないんだけどな。はい、今日お越しいただきましてありがとうございます。一緒にやってみてどうでしたか。もうみーたんがねすごく大きな声で素敵なオペラをね日本歌曲、ね、今から歌うと思うんですけど、本当に素敵なのでぜひ聴いてください。私はもう本当に粛々と弾いていただきます。このコーナーはアキーのコーナーですよね。私はただのおまけだから聞いてないです。いやおまけでございます。おまけで迫力満点に歌い上げるというわけのわからないですね。ちょっとそういうようなコーナーになっちゃってるんですけれども、主役はアキーです。アキーの伴奏を聴いてください。私の歌はちょっとねなんかうるせえな聞こえるなって聞いて大丈夫でございますので。聞こえちゃうね。あ聞こえちゃうね。これじゃどうしようもないね。でですね、1曲目、説明させていただきます。これは中田義直、作曲の、霧と話した、この曲は日本語なので情景がとてもよく浮かぶと思うんですけれども、もう会えない、恋人だったんでしょうか、それとも、片思いだったのでしょうか、その、思いを寄せてる人に対しての、歌を、霧という形でちょっと表現した歌となっております。そこに見えるのはあなたなんかじゃないっていう、あなたはあなたなんかじゃないっていうところがあるんですけれども、もうそこに自分が見ているのはその時の私が愛したあなたではないっていう表現だと思って歌っておりますので、もしよろしければ、お聞きください。よろしければじゃなくてここにいるんだから聞こえちゃうんだけどね。なので、はい、よろしくお願いします。
Oh,
そうでございますね。その方がいいかもしれない。本当に初めて今日お会いしたんですけども、ちょっとあんまり初めてという気分にならない平野さんでございます。とても愉快でとても面白いジョークも飛ばしてくれる平野さんでございます。じゃあ自分で進められるということなので、マイクの方をお渡ししたいと思います。もう、いや、すぐ。久々に会ってます。ここ3年ぐらい前、ここでやったんですけどね、ギターで、皆さんで歌ったりしたんです。実はですね、私事なんですけど、11月の6日、誕生日だったんですよね。で、73歳だったんですけども、入間市の駅でね、ちょっと苦しくなっちゃって、コナミってスポーツジムありますよね、あそこのフロントに駆け込んで、ちょっと息が苦しんで救急車呼んでもらえませんかって言ったんですね。で、脊椎解明入院しました。で、3日ぐらいで治るもんかなと自分では思ってたんですよ。高を送ってね、とんでもない2週間も入れられて。で、皆さんもあんまり経験ないと思うんですが、初めて電気ショック経験しました。当然意識ないですよね。で、ドーンってこう体が熱くなってこう飛び上がったんですね。だから看護婦から押さえつけられて、大丈夫ですよ、病院ですからって言われたんです。で、ここどうですかってもう聞いたもんだから、いやー、俺一瞬もうやっぱり死んじゃったのかなと思っちゃったんで、ね、でもそんなものがあって、退院中にも胸座屋さんとかいろんな人から電話もらったりしたんですけども、やっぱりこれね、自分の好きなことをやった方がいいなと思ったんですね。で、谷村新司さんが74歳で亡くなってすごくショックでした。僕らの青春時代だったし、チャンピオンとかね、遠くで奇跡を聴きながらとか、ああいう歌を歌ったり、貧しいながらもギター弾いてカップラーメン食ってた時代、青春時代もあります。で、後ほどピアノでスバルとかやってくださるかと思うんですけど、今日はね、好きな桃江ちゃんの歌で、いい日旅立ち、これが谷村新司さんが作った曲で、ぜひ皆さんも歌える方は口ずさんでみてください。北の空に向かい過ぎ去り日々の夢を、
サライ、サライとはあの、ね、ペルシャ語で、ふるさととは宿とかに、ね、ペルシャ語、あまり聞き慣れないですよね、ペルシャ語って。Thank you.
の縁が震えた。恋をして恋に焼く胸に過ごす。アパートの窓ガラスを見てた夜空の星。この街で夢を生んだもう少し強くならなけりゃ時の流れ負けてしまい、それ動き始めた奥さんの街から、人の胸に触れながら空を見上げた。桜吹雪のさらりの空へ流れてゆく白い雲に胸が震えた。離れれば離れるとなおさらに募る、この想い忘れない開くアルバム。若い日の父と母に包まれて過ぎた柔らかな日々の暮らしをなどりながら、まぶた閉じれば浮かぶ景色が迷いながらいつか帰る愛のふるさと。桜吹雪のさらりの空へいつか帰る、その時まで夢は捨てない。桜吹雪のさらりの空へいつか帰る、いつか帰る、きっと帰るから、いつか帰る、いつか帰る、きっと帰るから。何をバカなこと言ってんだ。そこにあのフォーユーって書いてたんですけどね、この前リハーサルでフォーユーと言いましたらね、あの教会に来てる人がちょっと歌が違うって言われてたんで自信なくしちゃいましたね。編曲あの急遽変更しました。ファラウェイっていう曲ですね。これも加山雄三さん、あの加山の谷村新司さんの曲、結婚式でちょっと歌ったんですけど、遠くなっていても心は空を駆けてゆく。君さえいれば、君だけいれば、生きることさえ辛くないから、君が病んだ時は僕は息を止めて、熱い想いと込め祈り捧げたい。Far away, 君
で結ばれている、そんな約束僕は欲しいよ。君だけいれば、君さえいれば、生きることさえ辛くないから。君を壁に浮かべ、空に飾りたい。僕は星になって君を守りたい。Too far away、 君への道は far away、 だから勇気を一つくれれば、それで Far away、 君への愛は Far away、 だから勇気を一つくれればそれでいい。 Too far away。こちらの方に並んでいただいて、ちょっと記念撮影をしますので、前の方にお集まりいただきます。よろしくお願いいたします。お後の方はですね、15分間の休憩となります。だいたい6時、まあ、5分かなというところで始めていきたいと思いますので、どうぞ、お手洗いもございますので、そちらちょっとスッキリとしてから、はい、また後半戦一緒にね、臨んでいきたいかなと思います。どうぞよろしくお願いします。どうもありがとうございます。